より2019年パーフェクト福島大会女子決勝戦を行います。決勝に進出した選手をご紹介いたします。まずはじめにご紹介させていただきますのは大城あかりプロ。対しますは清水希代プロ。それでは練習スローのうち決勝戦を行いたいと思います。ゲームフォーマットは701クリケット、クリケット701チョイスのハイブレック中3レック先取りとなります。それでは福島大会女子決勝戦スタートです。メンズシングルス溝口貴弘さん、溝口貴弘さん待ち方が出ております。
Fライト優勝は川崎祐介さん、佐々木俊夫さんペアです。おめでとうございます。表彰式に入ります。準優勝、江端翔一さん。イルール王号エントリー、江端修一さん、あ、翔一さん、長峰哲也さん、おめでとうございます。優勝はウエストリバーカフェエントリー、川崎祐介さん、佐々木俊夫さん、おめでとうございます。Aフライトチームのお呼び出しをいたします。チームナンバー355、阿部秀樹さん、小野隆さん。チームナンバー306、大沢博人さん、佐藤珠美さん。一般ステージ下までお越しください。これより B フライト決勝戦を行います。ウィナーサイド、パブグランエントリー、阿部秀樹さん、小野隆さんペア。レーザーサイド、セレブレーションエントリー、大沢博人さん、佐藤珠美さんペア。ご声の方よろしくお願いします。
でとうございます。それでは優勝しました清水清プロにインタビューしたいと思います。開幕戦優勝、そして今日優勝で今季2勝目となりました。率直な今の感想をお聞かせください。はい、そうですね、苦しかったです。いや本当になんか一生懸命やったのが勝ちにつながって本当に良かったと思います。応援ありがとうございました。ありがとうございます。そしてですね、次の試合が前回優勝した横浜、そして地元開催になりますけれども、意気込みをお聞かせください。そうですね、やっぱ横浜は、みんなの声援が、いや、そうですね、会場に来てくれるお客様が、なんだろう、肌に感じることがすごい多くて、今回もすごい多分話したこともないような方でも応援してくださったのが聞こえたので嬉しかったですけど、横浜も今日と同じように一生懸命ダーツを投げて、それが勝ちにつながればいいなと思います。よろしくお願いします。ありがとうございます。それでは最後にですね、会場で応援してくださった皆さん、生配信で応援してくださったファンの皆様に一言お願いいたします。はい、今日もそうですね、遅くまでたくさんの方に残っていただいて本当にありがとうございます。私だけではなくダーツ界全体を応援していただけたらなと思いますので、これからもよろしくお願いします。ありがとうございます。それでは優勝しました清水清プロに今一度盛大な拍手をお願いいたします。おめでとうございます。それでは優勝おめでとうございます。今季2勝目ですけれども。そうですね、まあでも今日なんか今までの中で一番なんかこう苦しそうというか、いつもはもう本当どんな時でも勝っても負けても楽しそうな清水プロが、なんか今日はまあ佐藤プロの時もフルレックだったし、宮本あぼっちの時もそうですね、あのフルレックだったし、もうなんか精もコンボ尽きたって感じ。いや楽しく投げたいんですけど、楽しくないことはないんですけど、はいはいはい、だけどもう精一杯やってギリギリで勝つ感じなんで、もう本当にもうね、本当あの舞台決勝戦の前で舞台でどんどん練習してくださったら、もう練習しなくていいって言いましたからね本当に練習するパワーは試合に使いたいみたいな。あでもまあ一個一個振り返っていくとして、佐藤プロにはまあ勝率いいですね。いやでもそうですかね、自分の感覚だとまあ大体5回のうち 3、4回はまあ清水プロ勝つみたいな感じですね。でも多分今季初めてかな、多分当たったので、はい、なんか今季なんかなんだろうな、去年以上に安定性が多分かすみちゃんに感じてたから、はい、うんうん、それ崩せるかなっていうのがあったんで、あって、まあ、でもフルレックで勝って、そうですね、ギリギリで今度まあ準決勝も木原プロで、まあ、木原プロも今年調子いいですから。そうですね、前回負けてたので、はいはい、でお互い多分年も近いので、うん、一緒に頑張ろうみたいなところがあったで、まあ、でもブレイクありのこうキーパーありの、ね、まあいい、まあ、いい本当準決勝もね、いい試合かなっていう、本当にいい試合でしたよね、うん、そして決勝はもう、もうバッチバッチだったじゃないですか。そんな気は一切してなかったですけど、はあ、結構ぐだってるなって思って、なんかいやそんなことないですね。大城プロがちょっとこうちょっと気があの入らなかったとこ、もうドドドッといったって感じでした、ね、いやなんかそうですね、なんか ここで入れとけば楽になるっていうところが入っててることが多かったので、なんかダメなところをカバーできたかなっていうのはありますね、うん、はい、でもこうなんかこう去年でこうちょっとあなんか一段階階段をこう上がったなってこう感じたんですけど、はい、まあ、そのままその勢いのまま今年に入れてるような気がするんですけれども、自分ではどう感じてるんですか。なんだろうな、なんか去年はどっちかというとまだチャレンジャーみたいな気持ちで、はいはい、やってたんですけど、今回はやっぱり私とか、まあ、他の選手もそうですけど、うん、に勝ちたいって挑んできてくれる気持ちが伝わる試合がすごい多いので、うん、そうですよね、はい、だからそうじゃなくこう受け入れて勝たなきゃいけないっていうので、うん、ちょっと気持ちが変わったかなと。やっぱいやそれはねすごい感じます。だからなんかこうレベルこうこう気持ちとかレベルアップこうしたなっていうのはすごくね見てて感じます。
まあそれで、また次は得意の横浜ですけれども得意って言ったらまだ2回だけですからまあでも2回優勝したら年に4回しかないのかな年に4回8年ですからね。あ、まあ、確かに次の横浜大会に向けての抱負は何かありますか。そうですね、前の日飲みすぎないように気をつけますもうぜひ横浜大会も、はい、まあ、このままの勢いのまま、ね、またいい試合を見せてください、はい、本日は、まあ、優勝おめでとうございます。ありがとうございます。それでは引き続き、男子の決勝戦をお送りしますので、はい、楽しんでください。楽しんでください。ありがとうございました。優勝おめでとうございます。